ここを抜けりゃ五番マゴロだ。思ってたより大変そう。まあなんとかなるだろう。あれが五番マゴロの柱だ。道順はプラン E の次は FGH ってな。続きがあったのか。F はこの区画の名前。G を抜けて H まで向かう。 H にあるリフトで魔航路の近くまで行けるの。ビックスもその先で待ってるはず。もう日が傾き始めてるね。うん、行くぞ。シンラに泡を吹かせてやる。うん、うん。平気だよ。案外ずぶてえな。扉の先が G か。これで開くかな。ダメ？電力が来てない。あそこは電気ついてるぜ。制御室か。行ってみよう。ライトのスイッチか。あの扉、使ってないのかな。これじゃ点検もできないよね。かろうじて生きてるか。動くかな。ダメだな。ねえ、これ電力不足時の対処法だって。ライトを消せば非常用電力を確保できるのか。ライトってもしかしてスラムの太陽？スラムを照らすライトのことをそう呼んでるの。そいつを消せば扉が開くってわけか。でも太陽が消えたら困るよね。4番街の人たち、魔航路をぶっ壊したらどっちにしたって消えちまう。そうだったね。戻るぞ。スラムの太陽のせいで電力不足なのかな。さあな。点検をサボってるだけじゃねえか。明るいのは便利だけど、たくさん魔法を消費してるんだね。見ると大きいね。スイッチははしごの上か。結構高えな。俺が行こう。うん、下で待ってるね。
供給を確認。ゲートの再起動を開始します。よっしゃ、うまくいったな。うん、ありがとう、クラウド。これで G までは達成だな。うん、あとは魔鋼炉を目印に。この眉、やつらの巣穴へようこそって感じが。こりゃちっ、どこまで腐ってやがんだこのピザはよ。こっちも電力不足らしい。ちょうどいいじゃねえか、侵入し放題ってことだろ。マテリアに気取られてたろ。すぐそこなのに。さっきの通路もダメか。ま、どっかは繋がってんだろ。うん、地道に探すしかないね。あのマテリアの入手経路もな。一度確認しない？今どの辺だこれ？私たちの目指す魔鋼炉は H の先。ああ。でもここまでは H に繋がってる道なかったよね。ま、歩き回ってりゃそのうち。あんた一人でやってくれ。他に繋がってそうな場所ってなると。
壁沿いか。ダメ元で行ってみない？目的地があると気も紛れるし。悪くない案だ。あのでけえ扇風機が目印か。確かにあれ見て歩けば迷わねえな。あれって換気ファンかな。吹き飛ばしてもガスが消えてなくなるわけじゃねえ。ヤバいもんは全部スラムに垂れ流しよう。セリフだよね。おお、マリーが気に入っててよ。真似してやると喜ぶんだ。人生は終わりのない迷路だぞ。でしょ？私も覚えちゃった。
見て、あのパイプの上登れるかも。伝っていけそうだな。待つ。気づいたか。誰がてめえの細っこい体が吹き飛ばされねえかってこっちゃ。もう急いでるんでしょ。おう、ついてこい。いい風吹いてんな。全然良くない。よそ見ダメだから。おう、あのファンの中、なんだろう。なんとか渡り切ったね。ああ、寿命縮んだぜ。ほんのちょっとだけな。2秒だ、2秒。もう目の前が H。 足元気をつけて。あれが目的のリフトか。メインリフト、うん、確かそう言ってた。間違いねえ。こいつがビックスの言ってたメインリフトだ。あいつもこの先で待ってるぜ。電力供給が不足しています。またかよ。ライト3つ分必要だな。そんなに？この辺りの全部ってこと？こうなりゃ片っ端だ。迷ったらここに戻ってこよう。 H1 の番号が目印。ああ、こっから一番近いライトっつうとあれだな。暗いスラムを眺める明かりは未来までの照らす道しるべであり太陽なのです。なんだそれ。スラムの太陽の宣伝文句、プレジデントが演説してた。け神羅に照らされる未来なんざお先真っ暗に決まってな。電力供給が不足し、ライトを消すのが先だ。
サクッと消しちまうか。電力回復、パワーオン。まずは一つ目。残りはあの二つだな。侵入者撃退システム再起動開始。撃退システム？電力が復旧したか。けっ、それがどうした。全部ぶっ壊して魔航路へ向かう。警備兵器だけじゃない。通路が動かせるんだ。でかくて助かるぜ。あんたでも倒せる。サボるつもりじゃねえだろうな。邪魔だ邪魔だ。うざ。うっ。うわ。やっ。どけどけ。まだか。急げ。こんなもんよ。そこ。くらえ。そこだ。さあ来い。そっちか。チャンス。やってやら。期待してるぜ。これで二つ目か。あとはあのライトだけだね。終わりが見えてきたな。ここから下に降りられそうだ。崩れねえよな。下は4番街スラムか。え、興味ある？今度案内しよっか。少しは心配しろよ。
て本物が一つありゃ十分だ。神羅に作れんのは偽物だけよ。神経が張って相当モードへ移行します。やっけ連携しよう。待ってました。さあ行くよ、そこ。引き受け、備えた。そっちは任せる。頼られてやな。気合い入れてけ。よし、やっちゃおう。あ、終わり。じゃあね、出番だよ。やってやる。ここまで。いいってな。ぐるっと回って戻ってきたみたい。最後のライトは。あのライトで最後。ずいぶん回り道しちゃったね。ここには仲間の目印もないしな。ジェシーとウェッジがいないのもいて。うん。二人のことビックスになんて言おう。きっと心配するよね。
て直そう。ライトまでの架け橋、しっかりつなげろよ。ついていけ。おう、任せて。頑張る。逃げてくれ。よろしくね。油断したな。わかった。ここで仕掛ける。シャワー浴びたいな。
これで3つ目。メインリフト動かせるようになったかな。多分な。よし、 H1 エリアまで戻るぞ。ジェシーの怪我大丈夫かな。あいつらの分まで死んだを懲らしめてやんのが一番の治療だ。そうだね。クラウドはウェッジの分お願い。ビッグスとの合流場所は魔鋼楼へ続く通路の中だ。暇つぶしのプラン A から Z まであるって言ってた。 G くらいまでには着くようにしねえとな。メインリフトまで戻ってきたね。首を洗って待ってろよ魔鋼楼。